皆さんこんにちはミクロ経済学の問題から貿易に関する学説の問題についてえ取り上げていくことにいたします問題はこちらですまあ、こちらの問題を見るとえヘクシャーオリーンの定理に関する記述としてえ妥当なものはどれですかという形になっていますそして この文章の最初にヘクシャオリンの定理というのは何々という形でえそれぞれ5つの説問がなされていますこの5つの説問というのはまヘクシャオリンのものが1つだけあってそれ,らのそれ以外のものというのは他の学説の方がこのように記載されています ですからこの他の学説というもの要するに試験に出るような他の学説というものにどんなものがあるのかこれに関して少し説明の方を加えたいというふうに思います。まずリーカードの比較生産施設です。比較生産施設というのはそれぞれ貿易を行う各国において技術的な差があるために そのものを作るということに関して得意とするようなものもあれば苦手とするようなものというものもある。でそのものを作るということに関して得意であるというのは相対的に低い生産費で作るということが可能であるということです。その相対的に生産費が低いような材。 それを比較優位を持つ財というふうに、まあ、説明がなされるんですけれどもその比較優位を持つ財に完全特化をするもうそれだけを作るそしてその完全特化をしてそれを輸出をしてで自分たちが苦手なもの生産費が 相対的に生産費が高いような財に関しては比較列位を持つ材なのでそれを輸入をして完全に完全特化をするってことがお互い国際分業を行えば両国間においいて貿易の利益を得るととうことです。例えばインドは綿花をイギリスは綿織物をそれぞれ生産を行って貿易を実施をしていくというような形になっていきます。 えー、このリカードの比較生産施設というのはこうしたです、ねまあ、インドとイギリスのように、まあえーとまあ、途上国と先進国のような、えー、技術的な差があるような場合の貿易を説明するのに、えー、適しているんですけれども、まあ、両国間の技術的な差がないような例えば、えー、先進国同士の間での貿易を説明するというのに関してはややこれではちょっと説明がしづらいということになっていきます。 それに対してヘクシャー・オリンの定理というのはですね両国間の貿易の根拠というものを技術的な差であるというのではなくてそれらの国が豊富に持っている生産要素生産要素っていうのは物を作るために 結局労働と資本という、まあ、2つの生産要素があるんですけれどもその中で何を多く持っているのかということに関してそれをです、ね、生産要素を多く投入している材に特化をしてそれを輸出をして相対的に少ない生産要素を投入しているような財を輸入をしていくということになっていきます。 例えば、労働が豊富にあるような例えば中国であればたくさんの労働者がいますからそのマンパワーによって作られたようなこうしたですね、労働集約罪に特化をするべきであろうし資本を大量に持っている日本のような場合だと資本集約罪資本を多く投入したような自動車のようなものに比較優位を持っている。 それらを輸出をしていこうというこうした考え方になっていきます。このヘクシャオリンのモデルに関して言うとその他の命題もありますのでそれらについても確認の方をしていきましょう。まずストルパー・サメルソンの定理というものです。ストルパー・サメルソンの定理というものに関してはポイントとなるのはここにですね えとまあ、ある罪、例えば、えーえー、と労働集約罪であれば労働集約罪の価格が上昇した場合というこの価格が上昇した場合というのが1、まあ、つの、まあえー、とキーワードになっていきます。 えーまあ、労働集約財の価格が上昇した場合にその労働集約財の、えー、生産にどんどん、まあ、振り向けられていきますからたくさんの、えー、労働者というものが、えー、雇用されていくようになっていきますですから、えー、そのたくさんの労働者が雇用されていきますので結局その生産要素価格、えーえー、その労働集約財の、えー、生産要素価格というのはいわゆる実質賃金になりますので、えー、賃金というものが、まあ、ど,んど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 ん上昇していくことにな,り、ま、なるでしょう。 そしてその労働集約財というものの生産を大きくさせる増加をさせるというために他の財で他の財というものに関して言うとこの他の財っていうのはいわゆる労働と資本という2つの生産要素によって作られている他の財からもいわゆるですね 労働者というものをどん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 振り向けられている、労働者が振り向けられていくということになっていきます。ですから、その労働集約財の生産の方に振り向けられていきますから、結局、もう一個の資本の方ですね、この資本の方っていうのはちょっと余っていくことになっていくんですよ、その他の財の。 えー、労働だけが振り向けられていくからだから、えー、結局資本の方が余ってしまうということなので、えー、その資本の価格というものが、まあ、下落をしてしまうというような、えー、こうしたものこれがストルプはサメルソンの定理というものとして説明がなされています、えー、次に、えー、生産要素科学均等化の命題というものがあります。 これは自由貿易というのが、まあ、これが1つのポイントになっていくんですけども、まあ、貿易というものを開始をしていけば当然に両国間においてその貿易を行っているその財ですねそのものに関しては両国間で価格が均等化していくということになっていきます。 しかしそのものというものを作ることに関して生産要素というものはその生産要素自体は国際間の移動貿易によって国際間の移動というものが行われていませんしかしながらその両国間の,その生産要素の価格までもが等しくなっていってしまうというこうした要素科学均等化の命題というものもあります。 リプチンスキーの定理、えー、このリプチンスキーの定理というのは、まあ、ポイントとなるのは財価格が一定ということが前提となっていますこの財価格が一定の時の、えー、その生産要素の量と、えー、生産量の、えー、量の関係というものを、えーまあ、説明をしたということになっていきます例えば生産要素のうち、えー、労働者の人口が、えー 大きくなったとしましょうで労働人口が増えていくと今度はですね労働のコストというものがどん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 低くなっていきますので労働集約材の生産というものがどんどん増えていくことになっていきますそして、ね、今度は労働集約材の生産が増えていくんだけれども資本自体は増えていないんですよねで じゃあ、資本が増えていないからその労働集約材を作るということに関して言うとえ労働じゃだけじゃなくてやっぱり資本も必要なんですよ。 で資本をどこからか持ってこなくちゃならないということになりますからどこから持ってくるかというとえ他にこの国では資本集約財も作っているのでそこから資本というものを持ってこなくちゃならないので結局、その資本を持ってくるために資本集約財の生産を減少させてその生産を減少させてそこから資本を持ってくるということになっていきます。 ですから、こうした労働集約材の生産が増加をすることによって資本集約剤の生産というものが減少してしまうというこうしたことになってくるのはこれがリプチンスキーの定理というものになっていきます。 これはですねヘクシャオリンのこのモデルというものを実証研究したというものです。アメリカにおいて実証研究をした。でそのアメリカにおいて実証研究をした結果え実は 資本・報復国であるアメリカというのは資本・集約財を輸出をしているのではなくて労働集約財を輸出をしていたというふうにこうした逆になっていたということがこのレオンチェフの逆説といいうものになっていますそれでは改めて問題の方を見ていくことにいたしましょう。ヘクシャー・オリーンの定理ではという形から始まってそれぞれの学説 どんな学説が書かれているのかというのを検証していきます。つまりそれぞれの各国が持っているいわゆる生産技術の差があるということは生産費が相対的な生産費が異なってくるということです。 ですから、より相対的に低い生産費で生産が可能なものそれが比較優位を持つということを前提にその生産に完全特化をするこの完全特化というのがキーワードになっています。 そして、それらの比較優位を持つ財をお互いに国際分業で貿易をし合うことによって貿易の利益を得るということができるということで、これ一番目は、リカードの比較生産施設のことが書かれています。 2番目です、ヘクシアンオリンの定理では、その比較優位の原因というのは、相対的に低い生産費で作るということではなくて、この生産要素がどれくらい存在しているのかということになっていきます。ですから、こうした相対的に豊富に存在するような資源、例えば、労働者がたくさんいるのであれば、労働集約剤を。 資本がたくさんあるのであれば資本集約剤をそれぞれの投入して生産をする剤に資格優位を持ってそれらに関しては貿易を行うということなのでこのヘクシャー・オリンの定理というのはこの2が正解ということになります。 ついでに345に関してもう2が正解なので他の問題っていいんですけども345に関しても同時に検証していくことにいたしましょう。3番目ここがポイントです 財の価格が上昇する例えばこの財の価格というのは労働集約財でも資本集約財でもどちらでもいいのでとにかくどちらかの財の価格というものが上昇した例えばこの財というのは労働集約財であれば労働集約財の価格が上昇するということはその労働生産要素の価格いわゆる賃金というものが上昇していくということになっていきます。 そして、この労働集約罪の生産というものに関して他の財のこうした生産要素をも振り向けられていきますので他の生産要素の中でもしそれが労働集約罪であれば労働という生産要素がこの財の生産に振り向けられていきますので余ってしまうのが資本です。 ですからその資本の価格というものが下落をしていくということになるでしょうこの3番目というのはこれはストルパー・サメルソンの定理のことが書かれていますそして4番目ですヘクシャーオリンの定理ではという文章は書いてあってここがポイントです財の価格が というふうになっていますですから財の価格の一定のもと生産要素のや生産量の関係について説明をしたものというふうになりますその中で財の価格が一定としてここである資源の総量が増加をするつまり 労働なら労働資本なら資本、まあ、例えば労働なら労働,の、えー、生労働のその大きさですねその資源の大きさっていうのは例えば労働量が増加をするとその、えー、労働が増加をしたのでその資源により集約的に、えー、投入されている財っていうのはいわゆる労働集約財ということになります、えー、労働集約剤の生産量が増加をします。 でえ労働集約財の生産というものが増加をするということに関して労働だけが大きくなっていますからえ資本というものは大きくなっていませんただし資本というものもまあ必要となってくるのでその資本というものをどこから持ってくるかというと他の財 いわゆる資本集約材から資本を持っ,てくること持ってくるしかないので資本集約材というものから資本を持ってくることになりますからその資本集約材というものの生産量というものが減少するということにこういった運びになっています。4番目これはリプチンスキーの定理について書かれています。 そして最後、5番目です。ヘクシャーオリーンの定理ではアメリカにおける実証研究ここがポイントですねアメリカにおける実証研究の結果アメリカは資本を豊富に持っている国だから当然に理論的には資本集約剤を輸出するはずですしかし実証研究の結果 アメリカは労働集約剤を輸出していたというような形になっていました。これはレオン・以上のようにまあそれぞれの学説についてこのように記載されていましたけども結局正解は先ほど言ったように2が正解ということになります。